ドアが開いたんだけど。え？モンタン？来たの？ないけど。上がりな。今目覚めたところだわ。あ、上がりなよ。何キャットアウトし、ここ座る、後ろ座る、うん、後ろ座りな。なんか飲み物買ってこようか。何飲みたい？あったかいやつ？紅茶とかがいいの？コーヒーとか？紅茶？うん、ちょっと買ってくるよ。小説よりきなり。面白いね、人生って。紅茶ね、あったかい、
めんね、のんたん。紅茶がね、冷たいのしか売ってなくて、この時期紅茶がなかった。遠くまで行ったんだけど。うん、なんで。はい、若津社くん、いらっしゃい。ちょっと待って、ちょっと待って。ゆっくり話し合って決めようよって、お前、参加する気満々だろ。ちょっと待って、ちょっと待って。ゆっくり話し合って決めようとか言ってるけど、お前何参加する気満々なの？ない？大丈夫？ああ、優しいじゃん。放送切って話しなよ。いや、放送切らないけど。まあ、お前たち仲間だから、うん。だってこのタイトル、やっぱお前らしかいないわっていう、なんか、ことかみたいな放送タイトルにしようと思ってたからね。うん、私に彼女ができないのはお前らのせいだからねっていうタイトルにしようとしてた。ドラゴンボールの孫悟空の髪型にそっくりですね。そう、うん、そうかな。俺ね、実はね、ことかに救われた時期があるんだよ。配信が辛くなってて、なんか企画を考えないとってずっとプレッシャー感じてる時に、ことかの寝配信見てた時に、あ、なんだ、寝配信でいいんだ、こんなにダラダラしてても生主っていいんだって、うん、本当に救われたんだよね。あ、こんなにやる気がなくてもリスナーは楽しんでくれるんだって、俺もリラックスしてやろうって、うん、コトカの配信スタイルにはだいぶ救われたよね。ワドに救われたってワンワンが言ってた。クソ面白いな、それ。クソ面白いな。何があったんだろう。珍しいじゃん、あいつ。可愛いとこあんじゃねえか。みんなそれぞれに救われてる。いや、あるでしょ、やっぱり。エミさんにも救われたし、うん、川崎洋平は俺に夢を与えてくれたしね、うん、中堅生主でくすぶってても本気出せばいけるんだっていう、万人コンビいけるんだっていう夢を与えてくれたよ。それぞれ影響し合ってるよ、やっぱライバル関係は。レイチェルが戻ってきた時は嬉しかったしね。いや、嬉しいでしょ、やっぱ。だって、それぞれみんな頑張ってライバルしてさ、ここまで来てるわけだから。ワンワン、レイチェル、川崎洋平、俺。この辺は、なんか切磋琢磨してた、やり合ってた感じじゃない？嘘つきって何？シャックンどうしたの？何が嘘つきなの？え、何何どうしたの？うん。どこ行ってきたの？いや、どこも行ってないよ。目覚めたんだよ今。風呂から上がって、ちょっとこの時間帯から6時間枠毎日やるようにしようかなとか考えてて、うん、え、ワンワンって今チャンネル持ってんの？知らなかったんだけど。おめでとうございます。さあ、どんどんライバルに差をつけられてんな。あ、それはめでたいね。あ、持ってるんだ、すげえな。ライバルにどんどん置いてかれるな。くすぶってんの俺だけか。この前 IOE にはこんなところで最近名前聞きませんねとか言われちゃったし。へえ、すごいね、150人か。いいじゃん。あいつ面白いかな、ワンワンな、
もう普通にあいつは生主向いてると思うよ。ていうかね、ワンワンのいいところは色気を売ってないで、あの男雑談生主界隈でやってるのがすごいよ。あの色気が一切ないっていう、むしろお物扱いされてるっていうところがいい、うん、そこはね、なんかシンプルで難しいジャンル選んでるのに、まあ本人意図してないんだろうけど、本人はアイドルだと思ってるんだけど、周りが全くアイドル扱いしないっていうところがいいよね。ね、男色目使わないよね。レイチェルも、レイチェルは逆にそのスタイルでやってるんだけど、男が色目使ってくるタイプだよね。うん、レイチェルは逆パターン。俺なんかね、俺に色目を向けてるガチホモリスナーしかいないかんね。どっか行ったよ。あ、そうそう、クミタン完成したよ。クミタンのライター掘りましたよ。これ。これ郵送するよ。郵送。こんな感じでちょっと汚いけど、映るかな？和道って掘ってるから。ごめんね、俺字汚くて。和道ってここに掘ったから、俺とお揃いで、うん、いじられ役か。まあ生主はいじられてなんぼだよな、正直言うと。いじられてなんぼだよ。うん。これでお揃いのライターだね。俺は金色だけど、銀色のライターだね。風が超気持ちいいよ今日。風が気持ちいい。換気しようかな。ワンワングッズ売ってるけど、あれって本当に公認なの？買っていいの？え、ワンワンのグッズのこと俺に問い合わせんのやめてくんない？知らないんだけど。ワンワンのことはワンワンに聞いて。MS ワードグッズ？俺はお前が俺のを見たの見たぞ。ん？シャックンどういうこと？シャックンスカイプじゃない、 LINE かけていい？ちょっとよくわかんねえわ、シャックンが言ってること。俺はお前が俺を見たの見たぞ。ん？シャックンがちょっとよくわかんねえわ、電話しよう。シャックンがおかしいな。シャックン？はい。どうしたの？いや、どうもしないですよ。どういうこと、どういうこと？俺はお前が俺を見たの見たぞってどういうこと？これあの、うん、あいえお700とあります。え？あいえお700です。何言ってんの？どういうこと？あの、YouTuber に、IEO700 って人がいるんですよ。ほうほうほう。その人の名言が、うん、俺はお前が俺を見たの見たぞって言うんですよ。まあ、統合失調症の YouTuber なんですけど。お前一人だぞ、笑ってんの。お前、よくわかんねえわ。そういう、なんか、お前しか知らないネタを持ち込むなよ、はい、俺にぶつけてくんだよ。はい、すいません。何、シャックンどうなの最近、元気？はい。あ、元気？あ、そう。元気です。今度飯でも食おうよ、東京来たら。あ、俺、あの、はい、埼玉引っ越すんですよ。あ、埼玉引っ越すの？あ、じゃあコラボしようよ、はい、今度、うん。あ、いいですよ。ね。
うん。はい。オッケーオッケー。はい。うん。じゃあ、お疲れ。はい、お疲れです。いい。うん、全然意味わかんねえな。うん。あゆえお700って有名なんだ。あ、みんな知ってるんだ。俺だけか。あ、俺だけ取り残された感じなんだ。いや、なんか、シャックンがぶっ壊れたんかと思って心配になっちゃったよ。YouTube では有名なんだ。まあ、シャックンは若えかんな。家の周り警察だらけになってんだ。クソ面白いじゃん。面白いんだ。見てみるわ。俺はね、あの、桐崎英二はすげえ感動した。こいつ天才だと思った。桐崎英二はすげえ良かったね。あいつ面白い。しかも動画の作り込みがやばい。桐崎英二知ってる？みんな。超面白いよ。編集うまいし。桐崎英二はイケメンだしね。なんかいろいろあるよな人生。ヘッドホン似合う？夜中のさ、リスナー知らないかもしんないけどさ、天ギフ届いたんだよ。プロ用のヘッドホン。高校在学中に動画でいろいろやらかした。へぇ。知らなかったわ、それは。高校退学してんの？マジで？すげえな。高校退学してんだ、YouTube で。まあ、稼いでるからいいでしょ。もう仕事見つかったようなもんだからね。一生食ってけんだろ。ん？大丈夫？飲んだ？そうそうそう、やかましいボケ老人が、おじいちゃんがナイスキャラなんだよな。あそこの家族いいよね。なんかあったかい家庭ですごい面白い。じいちゃんがいつもキレてんだよ。ばあちゃんとじいちゃんがいつも激おこなんだよ。平気で晒すかね。あと妹にセクハラするのも面白い。後ろに今のんたんいる。なんかのんたんが来た。びっくりしたよ。夜中にいきなり現れたから、連絡もなく。のんたん来た今。
顔面麻痺起こってんな。台本なんかしないよ俺。台本なんかないよ。筋書きのないドラマが和道の異常なゼミナールの最大の強みだもん。ねえ、クミタンどっか行ってたんだよね。なんかどっか出かけてたんでしょ。うん、いいじゃん。でも北海道に住んでないから北海道広いじゃん。その札幌から函館の距離感がよくわかんないんだよね。なんかすぐですよって言われても車で40分とかタクシーで飛ばしたりするから。うん、うん、おい爆弾さんいらっしゃい。5時間かかんだ車で。相当だね。仕事、いや仕事仕事だから夕方帰ってきて寝て、でこの時間帯から仕事行くまで放送しようかなとか思って切り替えようと思ってたんだけど、昨日なんだかんだ枠開いて、でああだこうだって寝たんだけど、夜9時ぐらいに。なんか、悩んでたみたいですぐ目覚めちゃって。うん。なんか結構精神的にあんまり表情とか態度には出ないんだけど、結構悩む方なのね。精神的に。だから引きずってたんだろうね、深層心理。だから、うなされちゃって、殺される夢みたいな。生っぽ受給しながら仕事しても全然構わないんだよ。むしろ働くことは義務だから、いいことなんだよ。うん。だってその方がいいでしょ。国の負担が減るんだから。働いていいんだよ。もちろん。働いたらダメって法律じゃなくて、働いてくださいっていう法律だから。働ける人は働く。大丈夫、大丈夫。二重取り、うん、違う違う、国に返還するんだよ、働いた分は。だから、生活保護で13万もらってんだけど、家賃込みで。だいたい7万ぐらい稼ぐのよ、仕事で。だから7万は返還するっていう感じ。制約ね、ローカルルールが違うぐらいかな。例えばクレジットカード持っていいっていう役所もあれば、持っちゃダメっていう役所もあるし。そういうなんか細かいところが違う。パチンコダメっていうところもあれば、パチンコ別に。暗黙の了解みたいなところもあるっていうか、うん、働く意味ないじゃん。いや意味あるでしょ。国の負担を減らすっていうことは大事なことだと思う、うん、だから基本的な大枠は一緒なんだけど、その大枠に書かれてないことって事例がどんどん出てくるわけじゃん。そういうのは自治体の権限に任せるっていう。俺は機械が衣装を持ったらどうなるかと日々考えてる。いやもう持ってるでしょ。うん。もうとっくに持ってると思うよ。うん。何やってんの？なんかガサゴサやってんな。タバコ吸うの？うん。神奈川は確かカード持っていいんだよね。横浜とか。神奈川は結構寛容だった気がする。うん。
まあリベラルな人多いからね、東京とか神奈川は。もともと東京ってリベラルの人が多い町だから。もともと機械がその意思を持つっていう大元を作った物語って何か知ってる？人類が始まってから機械が意思を持つっていう物語って定番じゃん。もうそういうジャンルがあるのよ、作家の中に。そのターミネーターとかもそうだし、マトリックスとかもそうジャンルなんだけど、そういう土台を作った物語知ってる人いる？この中で一番最古の機械、鉄腕アトム。おお、日本では鉄腕アトムって言われてるね。もっと昔、私の県では原付を持つのもダメって。あ、そうなんだ。原付は多分 OK 出るところ多いと思う。実はね、フランケンシュタインなんだよ。女の人がアイデアを作ったんだけど、フランケンシュタインって言われてます。そう、その生物機械論みたいな、要は人間の体は機械でできてるんじゃないかっていう考え方が出てきたんだけど、その時に作られた作品なんだよ。その有名な実験っていうのは、貴族たちが実験を流行って見せ物にするっていうか、その貴族たちの中で科学が流行ってた時代っていうのがあるのね。なんかその学会みたいな、要はショーなんだけど、だからスティーブ・ジョブズの iPhone の発表会みたいな感じで、ああいうのが消化されてて、新しい技術とかを貴族が見に行くっていう、で投資をするっていうのがすごい流行ってた時代があって、でその時最先端だった科学っていうのが、カエルの死体に電気を流すとカエルが動く、要は筋肉っていうのは機械で動いてる、電気で動いてるっていうのが流行ってた時があるの。でそれを見学したとある女の子が、これ面白いって言って放送した物語がフランケンシュタインで、彼氏が作ったのかな、それを。うん、でもナノテクノロジーとかがさ、発展していったらナノマシンとかできるかもね、もしかしたら。ジャバウォック。ナノマシンって研究もうだいぶ進んでるんでしょ？あと、なんだっけ、今シールで貼る電子回路が開発されてるよね。体の中に機械を埋め込むっていう発想もあったんだけど、シールみたいな電子回路を貼るのよ。タトゥーみたいな。電子回路のタトゥーになってて。でもうタッチすると動くっていうコンピューターができてるんだよね。はい、ワドツ。この顔の歪み取りたいよな。顔面骨折してから顔が歪んでるんだよね。鼻も曲がってるし、うん、金梅さ逮捕されたらしいね。なんか暴力沙汰だっけ、なんか予算がリークしたんだよね、うん、沖縄で逮捕されたんだよね。バイバイ兄やん。
やんちゃだよな。ツバニャンに暴力振るったの。へえ、知らなかったわ。え、でツバニャンが訴えたってこと？被害届出さないと受理されないでしょ。だってすげえな、めちゃくちゃだな。顔面にローキックはダメだよ、女の子に、うん、ダメそれは。それは絶対やっちゃダメだよ。女の子に暴力は絶対ダメ。絶対勝てないからね、男には。こんな、ねえ、吉田沙保里じゃないんだから。ダメ。DV やる男は治らない。その通り。女に手あげるのは最低な行為だから。なんでかって言ったら、それは、なんだろう、生まれた時から、なんだろう、絶対に力は叶わないようにできてるんだから。だから子供とか女に手を挙げるやつは最低な行為だよ。法律でダメってあるわけじゃないよ。倫理の問題かな。うん。俺はそうだと思うよ、だけど。うん。絶対に叶わないところで、どんだけイライラしても、手を挙げるっていうのは良くないよ。勝てないんだもん。男は女を守るために力がついてるわけだから、女が男のケツ触っても罪になる。罪の概念ってさ、だから被害者がいるかどうかなんだよ。要は、ケツを触られて喜ぶ人がいたら罪じゃないのね。要は、被害があって初めて事件があって、事件があって罪になるわけよ。でしょ？だから、その被害者がいない限り罪って成立しないんだよ。で、女が男のケツを触るっていうことは男にとっては喜びだから。被害ではないんだよ。それは、なんつうの？女にケツを触られて、なんか被害者になる男なんかこの世に存在しないんだよ。うん、そういうこと、うん。でも、殴られていい気持ちをする人って、なかなか珍しいわけじゃん。そうそう、嫌だったらダメってこと。うん、嫌じゃなかったら、それはプレイなわけよ。あ、まあ動くだろうね、囲いが。プレイでしょ、完全に。海外なら女が男殴って捕まるのあるけど男ないよね。それはね、日本がね、特殊っていうか、まだ進んでないからだよね。例えばさ、男が、男子高校生が、40歳の女の人にフェラチオされたと、教師に。で、女の人が逮捕される事例とか海外よくあるでしょ。それは倫理観が進んでるから。まず日本人の男の高校生が、女の人にフェラチオされて訴えるなんて事例ないじゃん。羨ましいって話になるじゃん。それはだから日本がそういう、なんだろう、そういうことに、性に関して寛容とも言えるし、逆に言ったらその、セックスに関して、その考え方が進んでないとも言えるよね。あ、金梅よっさんに連絡したんだ。でも逮捕されてる間って弁護士通してしか連絡できないからな。手紙送るとしても 2,3 日かかるから、弁護士経由だろうけど。
後ろにあれのんたん来てる今ねえのんたん、うん、警察から連絡があった。うーん、警察がでもよっさんに連絡するっていうことありえないけどな。警察は基本的にそういうことには介入しないはずなんだよ。家族とかだったらわかるけど、まあ田舎の方だったらありえるか。東京だとまずないね。社員だから、あー、事情聴取っていう可能性はあるね。だから金梅が放送のネタだっていう風に言い張って、どういうことか説明してもらえませんかってよっさに事情聴取をした可能性はあるね、うん、それはあり得るね。捕まると電話の数っていうか、まず電話は基本的禁止。交流されてる間っていうのは携帯電話とかを全部警察署の倉庫の中に入れられちゃうから、あの電話はできない。で、面会か弁護士か手紙かなので、手紙を送る数は1日1本まで、うん、だから手紙を送る数っていうのは決められてるので、封筒と切手を中で買わないといけないんだけど、あのね、週に2回ぐらいしか買う機会、週に1回か2回しかないのよ。だから下手すると封筒を手に入れるまで1週間かかるのね。その封筒買う日に逮捕されました、1週間待って封筒買いました、で次の日に郵送しました、で届くのに3日、だから10日ぐらいかかるのよ。よっさんに電話って俺しか頼る人いないんだってしみじみしてた。よっさんが金梅と直接電話することはありえないね。うん、金梅は電話する権利がないから、交流されてるわけだから。どうなる？それはね、そう、殴られた方次第かな。うん、殴られた方次第。うん、だから被害届出すか出さないか、まず48時間拘束されるから。沖縄違うんだろうか、知らんけどそう言ってた。いや、金梅と直接話すことはない。もし話してるとしたら出てるっていう感じだね。電話は絶対できない。どの県でも。そんな時間。だってそれ与えたらさ、知能犯とか電話で裏取引できるじゃん。警察署で。要は黙ってろよとか。できるわけじゃん。できないできない。それ、その拘束の意味がなさないから。犯人同士でやり取りできちゃうから。俺はね、母親を一回だけビンタしたことがあるのと、みーちゃんに蹴りを入れたこと一回あるけど、すごい後悔してる、この二つ。母親をね、19歳の時、すごい怒って、ビンタ思いっきりしちゃったことがあって、母親に一回だけ。あと、みーちゃんには普通にローキックぶちかましたね、ほんとに。17日まで入ってるってことは、4発が終わって、10日交流だね。10日交流だわ、うん、だから裁判やるかやらないか、ツバニャンが被害届を取り下げるかどうかだ。要は示談金、金だね、うん、でツバニャンが裁判してくださいって言ったらもう確定だね、うんうん、女でもおかしい時はビンタくらいならいいんだよ。いやー、でも女の人は殴ったらダメだなと思ったね。母親殴った時も、蹴り入れた時もすげえ後悔した。どんな理由があってもダメだわ、暴力は。うん、若干違う？まあ俺当事者じゃねえかんな。ディティールがよく分かってないけど。うん、でもまあ、その逮捕された経験があるから、3回。牢屋の中にぶち込まれた経験があるから、リアリティはあると思う。まあ予算もあるから知ってるはずなんだけど。だから台本組んでるんじゃないの？なんかの。わかんないけど。Thank you.
俺も経験者だから気持ちわかるって言ってた。うん、孤独だよ全問答だよ、ひたすら気迫るぐらい時間長いかんね。インターネットもない、携帯も触れない、本も最初は読めなかったし、何にもやることがなく24時間牢屋の中にぶち込まれてみ、気が狂うよ普通の人だったら。で俺2ヶ月半入ってたからボケるね、うん、偽札で逮捕、あー予算ね、うん、あれでもよく出れたよね、不起訴によくなったよ、あれ普通にぶち込まれるよ普通だったら。偽札ってマジ重たい罪だからね、よく免れたよな、相当運太いよ、うん、今日別に動画になるような話ないから、音楽普通のかけていいっすか。ジャーマネいますか。ジャーマネいます。ジャーマネに許可もらおう。今日動画になるような話しないから、ダメ普通の音楽かけたら。送った相手が見つかってないのに、ね、運が良かった。うん、よっさんが偽札使ってコイン使った証拠はなかった。いやだから警察が甘いっちゃ甘いんだよね。でも自白っていうか、その偽札だと思ってましたって一言でも証言したらアウトだったよ。 OK。 お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう